シュレースビヒホルシュタイン州、リトマルシェン、ノイエンキルヒエン近郊の集合型風力、発電施設エネルコン社製 E70 から4の立ち上げ、ドイツの風力発電ではドイツにおける風力発電について述べる。2011年時点で、ドイツの風力発電の設備容量は29,075メガワットであり、風力由来の電力は、ドイツの総電力の7.7%を占めている。 ユアによれば、ドイツの電力需要に占める風力発電の設備容量は2010年末時点で9.3%、2011年末時点で10.6%であった。国内に21,607機の風力発電機が設置されており、ドイツはさらに多くの発電機の設置を計画している。2011年時点で、ドイツ連邦政府は特に洋上風力発電の利用に焦点を当てた。 再生可能エネルギーの商業化を増大させる新しい計画に取り組んでいる。北海洋上で生産された電気を需要の高いドイツ南部の工業地域に送電するための十分な送電専用量の開発が主な課題となっている。2010年時点で風力発電産業はドイツで96,100の雇用を提供しており、風力システムは輸出も行われている。 2006年に設置されたフランダーウィンドタービンラソは2012年まで世界で最も高い風力発電機として知られていた。ドイツでは全国的に多くの人々が民間集合型風力発電所に投資しており、中小規模の企業が新分野で成功率に経営し、2008年には9万人を雇用しており、ドイツの電力の8%を生産している。ドイツでは 風力発電は広く社会的に需要されている。ドイツでは旧式の風力発電機を新型の数メガアットクラスの発電機に再転換するリパワリングが行われている。新型発電機は風力をより効率的に利用し同じ面積からより多くの電力を得ることができる。また従来型の発電所と類似した接続法を利用するためより優れた 送電網との統合を提供する。ドイツにおいて洋上風力発電は大きな可能性がある。海上での風速は陸用よりも70から100%も速く、より変化が少ない。現在、海上風力の潜在能力をフル活用して電気を生産する新世代の5メガワット以上の大型風力発電機の開発が進められており、プロトタイプが利用可能になっている。 新技術が持つ初期の困難が克服されれば、費用対効果の高い洋上風力発電の運用が可能となると考えられている。2009年7月15日、最初の洋上風力発電機の建設が完成した。この発電機は、北海のアルファ・ベントス洋上風力発電所の計12機の発電機の最初の1機であった。2011年の東日本大震災による福島、 第一原子力発電所事故の後、ドイツ政府は特に洋上風力発電に焦点を当てた再生可能エネルギーの商業化加速を見込む新しい計画に取り組んでいる。計画では大型の風力発電機が陸上よりもより向上的に強い風が吹き、巨大な発電機でも住民を気にしないで済む海岸線から遠く離れた場所に建てられる。この計画は ドイツの化石燃料や原子力由来の電力への依存を減らすことを狙っている。ドイツ政府は2020年までに 7.6GW、2030年までに 26GW の導入を計画している。主な課題は、北海で生産された電気を電力需要の大きいドイツ南部の工業地域に運ぶために十分な送電専用量がないことである。2010年にエンルジウェンド政策が、 ドイツ政府に取り入れられ、これは風力発電などの再生可能エネルギーの大幅な拡大をもたらした。ドイツの再生可能エネルギーのシェアは1999年の5%から2010年には17%に増加しており、OECD 平均の18%に近い値を達成している。生産者は20年間一定の固定価格買取制度が保障されており、 固定収入が担保されている。エネルギー共同組合が設立され、制御と利益の脱集中化の努力が行われた。一方大手電力企業は、再生可能エネルギーでは、企業規模に釣り合いなほどシェアが小さい。原子力発電所は閉鎖される計画であり、稼働を続ける旧機も2022年までにできる限り、早期に稼働を停止し閉鎖される計画である。 原子力発電所への依存の軽減は、これまで化石燃料やフランスからの電力の輸入の増大という結果を招いた。再生可能エネルギーの効率的な採用を阻害する一つの要因は、市場へ電力をもたらす電力インフラへの投資の不足である。それぞれの州は新電力線の建設に異なった観点を持っている。 産業界では相場が固定されているためエンルジウェンドの費用増加は消費者に転嫁され一般消費者の電力価格が上昇している2013年時点でドイツは欧州でも電力価格が最も高い国の一つとなっている1990年から2011年のドイツの風力状況名目設備容量が赤平均発電量が青で示されている 近年の風力発電容量と発電量は以下の通りである洋上のみドイツの大規模風力発電所の地図作戦アンハルト州では2011年に生産されたエネルギーの48.11%が風力によるものであった2011年時点の賞味電力消費量における風力由来の電力生産のシェアは以下のようになっているありがとうございます